한 명의 닌자를 잡기 위해 투입되는 미군 부대. Shit! What the hell is this? Is it a bomb? Nah, it ain't a bomb. It's a sword. Look carefully. His thumb for pressing the phone's detonation button and his head got slashed off by a sword. Nobody else can do this but ninja. Ninja? Wanted to see them for real. Are you kidding me? You wanna die? Thank God and your mommy you didn't see them. 태평양 전쟁 종결 후 일본에 주둔한 미군 부대가 일본에게 가장 먼저 요구한 것은 닌자들의 리스트 제출과 그들의 출두였습니다. 연합군은 전쟁 중에 닌자들 때문에 공포에 떨었으며 앞으로도 골칫거리라고 생각했기 때문이었는데요. 항상 어둠 속에 숨어 사는 닌자들을 모두 잡을 수는 없었고 21세기가 되어서도 그 숫자는 20만이 넘었으며 일본 국내의 관, 민, 온갖 조직에 잠복해 비밀리에 국민들을 감시하고 있었습니다. 하지만 현대시대에 와서 그들의 일은 과거에 비해 확연히 줄었고 이를 구한 것 자체에도 큰 어려움이 있었죠. 그리고 이번 행위의 주인공 쿠로는 기나긴 대기 끝에 드디어 일을 받게 되었습니다. 쿠로는 전입 수속 같은 것은 부모가 준다는 사실을 떠올렸고 조금 더 자연스럽게 학교에 잠입하기 위해 엄마를 연결해줄 여자를 기숙사 내에서 찾기 시작했죠. このアパートで女と言ったらこの人だが。 川戸さん! いますか? くもがくれくん、髪取ってくんない? ああ、はいはい。 トイレットペーパーってどこにあるんでしたっけ? ああ、便所の中にあるに決まってんだろ! え? それは自分で取りましょうよ。 取れねえんだよ。このボロアパートどういう間取りなんだよ。 あんなに遠くに髪を置きやがって。クソやめ。 入っても見たら殺すよ。社会的に抹殺すんぞ。 なるほど。そうきましたか。 俺は忍び。 不可能を可能にする。 どうぞ。 見てんじゃねえよ! あ、もしもし? 講談高校? 私よ、私! え? 私って言ったら私だよ! 偉い人出して! 用件? そりゃあんた! うちの息子があんたの高校に転入すんのよ! はあ、まあ少し飲んでますね。いつもはもう少しまともなんですが。はい、僕は大丈夫です。よろしくお願いします。 뭐 연기는 아니었지만 이 작교에서 선생들이 쿠로를 건들진 않을 것 같네요. 그리고 약속대로 주정뱅이 년에게 맥주를 셔틀해주는 쿠로. 하이, 비이브. 1本だけですよ. 난데 안타나 헤어 도나리도 つながってんの? 普通に17歳です。 그러게, 얼굴만 보면 나랑 동갑인데. 뭐 아무튼 자신이 닌자란 사실을 의심받지 않기 위해 주정뱅이 년과 직당이 놀아주었고 나름대로의 철학을 가지고 이 아파트의 평화를 지키는 쿠로. 君ビール全部飲んでないか? あれ? いない。 あんただろ! 私の大切なビールを全部飲んだの! ああ、知らないわよ。 これが動かぬ証拠だよ! 私の書いた字! あんたの部屋にあったんだよ! こっちは窃盗罪で警察沙汰にしてもいいんだぞ! へえ、警察? ちょうどいいや。 あんたが私のパンツ盗んだことも言えるし。
뭐 일도 없고 혼자 산다고 해서 심심할 날은 없어 보이네요. 그리고 며칠 뒤. 소코노 파이프, 気をつけろ. 이가이토 히카카르소. 久しぶりだな。 雲隠れ黒。 いや、この間のボロアパートですでに会っているか。 日々、 落雷の傷は治ったのか。 化粧で隠してんだよ。 お前を倒すまでは傷は残してある。 今ここで決着つけてもいいぞ。 聞いてる？ ちょっとチンポジが。 なんだよ、ガムついちゃったよ。 さっきから見ているお前、 本名は？ え、私？ ミンドルネームはたくさんあるけど、 本名は鈴木。 鈴木、全国2位か。 負けたわ。 그들은 상부에서 지령을 받고 모인 닌자들이었고, 자신들이 이곳에 모인 이유는 존나 쉽게 알 수 있었죠. あちらをご覧ください。 敵も集まってます。 厚生労働省援護工作2課。炎鋼とか呼ばれてる連中ですね。アチア、ガングロって今も流行ってるのか。やばいっすよ。絶対これから来ますよ。それじゃ俺が先鋒として言ってやるよ。だからジャンプみたいなことはやめろ。この中で一番強いのは誰だ。まあ僕ではないですね。 結果が全てが忍びの鉄則。チンコ切り外国人を倒した俺が一番強い。俺が向こうの一番強いやつを倒せば終わりだ。一番強いやつは誰だ。まあ体格的にあの人かな。違うな、でかいのはナンバー2ってのが背負い。ナンバー1はあいつだ。あいつはフリーザみたいに最終形態まで変身して シンプルな顔になると見た。 그렇게 쿠로는 생긴 것으로 누가 대빵인지 정확히 맞췄고, 도청당하고 있을지도 모른다며 아무것도 없는 건물 옥상에서 암으로 지랄을 떨기 시작했죠. 오가마 에코, 레우하자 수베, 포테이톤 우타초, 우모사레 테테르르. 아소리레 마하스, 시켓토 테나이니, 마니스케가, 도운데스카? 아나이라즈 이시이타라, 테호킨노 도, 우데노니 테레키하. 요토토. なんでこんなことになったかな。 팬티 안 보여주는 거 싫어? なるほどな。上の狙いは厚生労働省の援交か。 그리고 지금 건물 옥상에서 맞짱을 뜨고 있는 하급 닌자들의 선배인 이 두 사람은 쿠로에 대해 이야기하고 있었습니다. 쿠모가 그래 쿠로だけは 계력이 不明だ. そこで 야츠の 활동 파일을 確認したんだが. 何なんだこれは。 보로 아파트で 1日の ほとんど だらだら 過ごし、 たまに 隣人から 酒を パクって かっくらう。 こいつは ただの ニートじゃないのか。 だがあの外国人を倒したのは雲隠れ黒だ。 그들이 말하는 외국인은 얼마 전 일본에 입국한 이 남자를 말하는 것이었는데요. 닌자와どこにいますか? 私は忍者になりたくて日本に来ました。 はいはい、わかってますよ。 どこに行けば会えますか? どこって、後ろにいますよ。 忍者! どこにいますか? あなたですか? 彼ですか? 誰ですか? ちょっと、刀を振り回さないでください。 No. これはアンブレラです。 日本のことわざにこんなのがあります。 石を投げれば忍者に当たる。 石を投げれば当たるほど忍者はどこにでもいる。 って意味ですよ。 どこですか? まあまあ、ことわざには続きがあります。
石を投げれば忍者に当たる。誰に当たったかはわからない。どこにでもいるが誰もわからない。それが忍者です。이 외국인은 러시아에서 온 킬러였고 닌자들의 중요한 정보를 빼돌리기 위해 일본에 온 것이었습니다. 그리고 아무런 정보 없이 닌자를 찾아다니며 허송세월을 보내고 있었는데요. 타이네 знак 닌자. Почему так низко? Чтобы прохожие не заметили. Может, здесь есть еще знаки? Неужели нет? Где-то же они должны быть? 그는 담장에 분노가 담겨 있는 노상 방뇨 금지 팻말을 보게 되었고그것을암호로착각하게되며친구에게해독을부탁했죠. Кого я слышу? Редко ты звонишь. Как я? Сейчас в Германии по работе. Я посмотрел. Это точно. Послание от ниндзя, да. Это значит, что... Ой. Извиняюсь. Мужчинам, который помочится на стену, отрежет член. Только там написано САО. Это член на японском сленге. Если 2-3 отрежешь, наверняка на ниндзю выйдешь. Отрежу 3 члена и стану ниндзя. А став ниндзя, смогу спасти свою дочь. 그렇게 그 외국인은 딸을 구하기 위해 이곳에서 남자들의 꽈초를 자르기 시작했죠. 아이네짠나니미텐다요히토노침포지루지루미테헨타이가소나니미타이나라하게어쾌쾌웃다노가하게어이마테클라하게보캐브라리스크네나하게어고아이코쿠지작야네리마쿠코이누마치2丁目の路上で男性が襲われる事件が起こりました。男性は重体で、警察では同じ事件として捜査を進めています。次のニュースです。近いな。그리고꽈추살이외국인은세번째꽈추를자르려던찰나에이곳에서진짜닌자를건드리고말았죠. 마키를取られる。やばい。Исчез. Туловища нет. Это была техника камуфляжа. 꽈추살이 외국인은 닌자에게 패배했고 몸을 숨기기 시작했는데요. 녀석은 닌자라는 키워드를 무분별하게 사용했기 때문에 세간의 관심은 닌자에게 쏠리게 되었고 자신들의 정체를 파고들며 닌자를 외치고 다니는 놈을 처리하기 위해 크루에게 임무가 주어진 것이었습니다. 그리고 그날 밤私のビールを全部飲んだあげかパンツを盗んだだと大野さん、ん？なんでカードさんのブラジャーをつけているんですか？乾杯だやっぱり王の母の梅酒はうまいな。너열일곱아니었냐？でブラジャーの件を話してください。あれはちょうど2週間前かな。私が前職をクビになって泥酔してアパートに戻った時だ。その夜はやけに蒸し暑くてね、風もなく、なんだか薄気味の悪い夜だったんだ。私はふと空を見上げると、あ、ブラジャーが空に浮かんでいたんだ。私びっくりしてね。やだなやだなと思いつつもそのブラジャーに飛びついたんだ。しかしブラジャーをキャッチした時に妙な視線を感じてね、やだなやだなと思いつつも下に目を向けたんだ。ああ
そしたらいたんだよ。그래서그게네가지금브라자를차고있는거랑무슨상관인데쿠로는잘만하면드론을사용하고있었던그꼬맹이새끼를이용해먹을수있을것이라고생각했고미끼를던지니놈이바로물어버렸죠目の前の光景に呆然自失だった。盗めなかったブラジャーが壁にかかっていたのだ。少年は罠だと感じた。だが同時に思春期らしい妄想も浮かんでいた。もしこのブラジャーの持ち主のお姉さんがやっているとしたら、この窓の向こうにノーブラのお姉さんが待っているかもしれないと。握ったら倒れたんだ。ここはボロアパートのどこかの部屋。問題はこの部屋が誰の部屋か。早くブラつけてよ。クロノに망할꼬맹이새끼が그저개변태도둑새끼라는사실을알고있었지만飲んでんじゃん混ぜて。ああそうだ、ほら大野さん、ビール返すからこれで勘弁。ああ、いや、一本じゃ足りないけど。くだくだうるせえな。녀석을이용해먹기위해얄팍한수를부리기시작했죠。このブラジャーを拾ってくれてわざわざ持ってきてくれたんです。そうなんだ、ありがとう。危うく犯罪者になるところでした。皆さんには感謝です。いや、十分犯罪者だけどな。え、ところでお前どこの中学だ。ああいえ、自分高校生です。高段高校です。やっぱり警察呼ぼう。ちょ、何でもしますんで許してください。お、青いパーカーで金髪メガネの外国人を探している。見つけられたらこの画像をお前にやろう。なんだよそれ。いつもドローン飛ばしてるから。ドローニーねえ、ドローン貸して。ダメだよ。それよりまた家に入れてもらえないのか。あ、そうだ、金髪メガネの外国人探してくれたら貸してやるよ、ドローン。本当？クロノは일단꽈추살이외국인을찾는것은드론새끼에게맡겨놨고혼자서적당히시간을때우고있었는데요이웃이었던그녀가그가노는게재미있어보였나봅니다。予想通り重いっすね。予想通りなら言うなって。おお、じゃあ飲もっか。クロノは자신이닌자라는사실만을감춘채지금자신의삶에대해그녀에게털어놓았고큰기대는하지않고있었지만그녀로부터꽤나위안이되는동료의말을들을수있었습니다。그리고그녀또한어두운과거를가지고있다는사실을알게됐는데요。오야가신자때네。学校行くどころじゃなくなったんだよね。2010年2月末、平成22年2月22日、忍忍に二人事件、忍災か。おしっこ、ナプキンも変えてくる。はい。降りるとき気をつけてください。わかってるよ。落ちるわけないじゃん。あっと、あ、クロノは자신들때문에그녀가이런환경에서살게되었다는것에조금이지만죄책감을가지게되었고이시대에정말로닌자가필요한것인지다시한번생각하게되었죠。ガード さん、トイレは？もう漏れたよ。꽈추살이외국인은그여자아이가가정에서폭력을당하고있다는것을우연히알게되었고
딸을 가지고 있었던 아버지였던 그는 그것을 그냥 지나치지 못해 그 여자아이를 따라온 것이었습니다. 그리고 근처를 지나던 스즈키가 닌자들 사이에서 수배 중이던 과출서리 외국인을 만나게 되는데 저또 이가게 아다시니 가시나사요. 고멘나스 녀석의 실력은 전국 2위라던 스즈키를 능가했고 결국 놈이 쏜 총알에 좌꼭지를 맞게 되며 위기가 찾아옵니다. 다이덴 訓練을 受けてるな 시끄다 胸に 防弾シェル 22MR で貫通しないのか。心臓への射撃が通用しないのなら的は頭部に絞られる。青いパーカーに金髪メガネの外国人、クロさんに知らせないと。하지만다행히도연락을받고달려온크로가과추설이외국인을처리했고지금의상황에이르게된겁니다この中で一番強いのは誰だ。新小切り外国人を倒した俺が一番強い。俺が向こうの一番強いやつを倒せば終わりだ。投降しろ。命だけは保証する。日本の省庁ごときが忍びに勝てると思うか。貴様こそそれで勝つ気か。この回転式ツイストダガーは貴様の防刃パーカーなど容易に貫くぞ。見ろ、自分の手の甲を。やっと気づいたか。我々忍びが後方支援なしに敵陣地に潜入すると思うか。俺の合図でお前の腕は蒸発する。我々は宇宙制空権を握っている。飛んで。まあ嘘だけどね。オンマニチ、マリシエイ、ソワカ。少子、それが新型マリシテンか。警視庁のリーク通り、透明化は上半身のみで、あとは丸見え。目つぶしと腕折り容赦ないっすね、クロウさん。あの音だとあの子骨折ですかね。いいえ、関節を欄干に合わせていたから脱臼だろう。じゃあ僕はあの子を保健室に連れて行きますんで。お前タームレ術の使い手か。古いな。今は第二種防虫術技術者って呼ばれてますよ。ねえ、リーダーがぬいぐるみ男に連れてかれるよ。あたしらどうすんの。どうって、目の前に敵いるし。そういえば向こうに女子いなかった。次は一生傷が残る顔に打つよ。그렇게과추설이외국인이쏘아올린닌자들의전쟁이시작되는데요과연뜻을달리하는두조직의싸움은어떻게될것이고지금껏니트로살아왔던주인공크로는어떤골때리는방식과모습으로이세상을살아갈까요지금까지언더닌자였습니다영상이재미셨다면좋아요와구독부탁드립니다시청해주셔서감사합니다